か、これ。これちょっと映ってますかっていう。おー、もうなんかニコ生なんか、無料化って誰か言ってなかった、これ。おー、ニコ生無料、なんだよ、臭いって、これ。時間見てなかった、すまん、これ。誰か言ってくれよ、だから。もう、おい、ジェニー、時間だぞ、みたいな、これ。そうそう、一人ごとずっと言ってた。そうそうそう、何が、一口、全口だ、だから、全口だって思って。で、二枠目だわ、だから。二枠目だって。なんかさ、予約と、なんだっけ、予約と、延長が無料になるんでしょ、これ。おー、まさか自分の力じゃなくて、会社で、会社でマネス登録できないんだよ、中央は。うん。中央は、個人としてマネス登録した後に、その実績を経て、法人登録ができるって感じで、まずとりあえず個人でできないと話にならないみたいな。うん。そうそうそう。だから、ただ、資産要件ってあるでしょ ?7500 万だっけ。おー。で、まあ、当然、年収が足らないから、資産をもう7500万以上、例えば2億3億積まなきゃいけないわけだよ。その時の、要は、資産価値として、俺も会社、自分の会社ですから、その権利分があるわけだよね。だから、会社が、例えば10億の価値ありますねと言ってもらったら、もう価値なわけですよ。わかりますか、皆さん。それだけですよっていう。3億の価値とか無理だけど、全然あるだろうっていう。全然あるだろうっていう。そうそうそう。だからそこは、全力でね、この、まあ、2期分。まあ、大体何ヶ月だ15ヶ月か。うん。俺のできることはすべてやり尽くしたんで、まあ、8月末でちょうど2期なんですよ。だから、まあ、その後はもう神のみぞ知るというか、JRA さんのみぞ知るっていう感じだよね。そうそうそう。いうことで、何の話するんだっけ。あ、サマーセルか。そうそうそう。いうことで、ちょっとサマーセルにじゃあ、ちょっと移りますってことで、まあ、ちょっとね、馬体の方ポンポンと、いうことで。まあ、全然ね、尻もそんなに筋肉落ちないし問題ないよね、みたいな、練習から。まあ、ちょっとそれはね、親会社は、上場会社なんで、ちょっと、業績的なこととかね、ちょっとまあ、年収的なところは僕の口からちょっと言えないんで、まあ、そこはちょっと申し訳ないと。まあ、IR をね、見てくださいってことで、そうそうそう。いうことでだ、サマーセル行こうか。で、サマーセールというか、俺なりの、ちょっと、まあ、一応俺の特注は、まあ、ここだけの話ってことで、ベルシャザール言ってたんだけど、まあ、俺なりのちょっとこう、なんていうの方針をちょっとね、まあ、決めたんで、ダビスタ全然違うわったから、もう、自分が今までな、買った馬、そして、もう本当に命を共にした馬、そして自分がさらに乗った馬、含めて、総合的に判断して、全部、もう、あれなんだよ、なんだ、吐息息吹そう、息吹を感じながらだ、ダビスタはゲーム。もう、これ今俺やってるのは、リアルダビスタだから。生き物扱ってますって全然違うっていうね。サマーのリストだいぶ写真上がって、だいぶ上がってきたね。まあ、でも、まあ、正直、なんて言うんだろう、馬、見てもね、わからないっていうのがあるから、そうそうそう。こっちだとダメなんだっけ。まあ、でもこれも出てんのかな。そうそうそう。乗った嫁は、乗った嫁は捨てたっていうのは逃げられたんだよ、だから。逃げられたんだわっていう、そうそう。今持ってる馬じゃ500万下も勝て、いや、勝てます。残念ながら。1000万下出てます。残念でしたっていうね。何も下ないですね、君はっていう。いぶき、たもん、やむらっていう。なんか懐かしいな、みたいなね。そうそうそう。いうことで、あれ出てる?ノボジャック。うん。ノボジャックと。あ、まあ、出てないのか。2頭いるんだよね。もう1頭見たんだけど、だいぶ出てるの、本当に。そうそうそう。こいつが気になる。これね、これ狙い目なんだけどね、ぶっちゃけ。カナロワは、高いんだよ、だから。行くんだったら、俺、そのね、カナロワ級行くんだったら、俺は、500万下。だから500万下を、勝ってる、1000万下で、1着から 0.9 秒。だから実質勝ってるだから。もう何も分かってないのに、ちょっと言わないでもらえますかっていう。ノブジャック3区なら200万ぐらいで。ね、物による。前俺がノブジャック買おうとしたら400万までいった。でもそれでも引いた。そうそうそう。ね、1000万下に出れるだけ。だから、出れていいですか ?2、で、タイムオーバーだったら、それで500万下出られません。勝てませんって分かる。0.9 秒なんですけど、はぁみたいな。マジで。全然勝ち。ただ、ここもね、500万したら余裕ですよ。タイム的に言っても全然余裕だった。ただ、まあ、そこは俺のちょっとね、やっぱり初めてだったんで、まあ、判断で500万したら出られるときに判断できなかったっていう。そうそう、500万したら。だから出られないんだよ、賞金が高すぎて。ごめんな。勝ちすぎて、司法住所勝ちだったんで、出られないんですよ。賞金が高すぎて、みたいな。そうそうそう。何か勝てます。はい。全然、500万したら余裕で勝てる。マジで。だそこは本当にね、俺が、まあ、それが良しか悪いか分かんないよ。でも、やっぱりそこは行くべきだったなと、やっぱこの本当に育成上の時から、いや、これは認定戦勝ったら、ぜひ中央芝使ってやってみてくださいよと。だその時に、いや、まあ多分ね、まあ、初めてだったのが育成そこを預けるの、高島もね。多分、なんかまあ、気遣ってしゃこじれかなと思ったら、ガチ強かったからね。もう本当にやっぱ、あの時に、
まあ判断。まあでもそこもね、判断した時もあったんだよ、2歳の時にね。500万した出られた時に。ただ、ちょっと、ゲート嫌がっちゃって、ゲート再審査で、もう俺がゲート試験に中央の、じゃあ中央のゲート試験に出なきゃいけないと。で、その時に、もう、平日でやるから、ジョッキーが乗れないと。だから、俺が乗るか、飯田先生が乗るかみたいな話になっちゃって、やめようと。おここはもう勇気の撤退しようみたいな。おまた予算がありません。だからそれはちょっとね、ちゃんと、穴場を狙っていくみたいな。1300といるから、絶対にブラックホール的な、一旦この、なんだろう、チャンスは回ってくるみたいな。中央競馬の統合でしたっけ。だから君は実績を分かってないんだよ、だから。もうプロバイト歩んできた、その中央競馬に対するチャレンジとか、その中央競馬の、これ、浮き沈みのところ、見てないから分かってないみたいな。ごめんな、本当に。全然500万したらいけるレベルですっていう。そうそうそう。137、137、137、137、137、スマートボーイか。スマートボーイってなんだっけ？スマートボーイって、これって、あれだよね、ブランドなんだよね。ブランド血統だったら、あれなんだっけ？結局ね、サウスとなんかね、似通ったとこあるんだよね。そうそうそう、ちょっと待ってよ、まず、まずは、実は見てみようか。うん。実馬ドン。ああ、いいね。まあ、でも、グランドっていうだけでも、お高いんでしょうねっていう。まあ、500からみたいな。そうそうそう。まあ、短距離っぽいところ。でも、このね、節々も太いからね、まあ、非常に信頼されます。もう腹袋。まあ、厚みがあるよね、やっぱりね。そうそうそう。サムライハート。サムライハートね、いいんだろうけど、ぶっちゃけ俺一回ちょっと失敗してるから、サムライハートで。だからちょっと、まあ、自信がないっていうか、あえてそこ行くかっていうところは、まあ、ありますよねっていう。人口つっとやんけど、ボバだったら仕方ないだろうっていう。そうそうそう。精神病科の放送ですかっていうのは、これ、ユニフォームです、これ。別に病院から、ちょっとなんか、面会者ですのとこから抜け出してきましたとか、そういう配信じゃねえからっていう。そうそう。プロバイダー操縦家だと思うんだから、ただね、操縦家だっても4歳でバリバリなんですけどっていう。4歳で A2 勝ってるんですけど、みたいな。そうそう。湘南カンプはっていう。湘南カンプねどうなんやろうか。湘南カンプ、これか。湘南カンプ。まあ、何番って言ってもらうとありがたいんだけどって、何の意味もない。配信の意味も決まってるだろうかっていう。そうそうそう。あ、ちょっと待って。俺ね、あれどこやったっけな。あ、そっか、あれマッキーにあげちゃったか。一応リストをね、まとめたんだわ。それ見ながらちょっと見ていこうか。てかな、ベルシャザールをね、一回ちょっと見てみたい。ベルシャザールの俺のちょっと、俺的な、ベルシャザールちょっとリストを、見てみたいんだけど、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。どこにやったっけな。待って。競馬の、どれだ?仕事中もその子なの。なわけねえだろ、だから。仕事中はもう、あれですよ。ワイシャツ背広みたいな。ベルシャちょっとね、俺ね、マジでここね、押したいんだけどなぁ。ダメか。どうなんだろう。リスクは高い。わかってる。だってもう今年、ね、一発目だから、リスク高いのはわかってんだけど、ちょっとね、俺的には、そう、ベルシャザル、ちょっともう一回ベルシャザル見るか。もうちょっとベルシャザル特集でいい今日。マツの臭いスーツ。まあ正直ね、匂いはね、きついと思います。そうそうそう。とてもじゃないが、ビジュアルが馬主に見える。まあ、ビジュアルは、そこはま、否定しない。ただ、俺はね、確かにその、資産的にも、身分的にも最低限ですよ。ただ、こっからね、最低限だったら、這い上がる、もう登る一方だろっていう。もう、だからこういうね、やっぱ下積みを支える、なんか、裏書き、女子が、多分2、3人いてもね、おかしくないと思うんだよ、これね。そうそう、めっちゃだって相場どんなもん。いや、垂れつけるよね、ほんとね、数十万前半。だから、ほんとね、そういうのは、日高とか、ちょっとま、要は一発逆転狙ってみたいっていう、生産者が、もうこぞってつけてるからね、結構いい数いるんだよ、マジで。素晴らしい、すごく評判いい。ただ、評判いいのは高いね、結局ね。ここのリスクはほぼ女だおって、嘘つけ、マジで。チンコついてるだろうかっていう。そうそうそう。ベル、シャ、ザールと。そうそうそう。中国人キャバ嬢にも振られるから無理。だからそこね、もうだからね、ほんとね、見る目ないよなって。後で後悔する。ジェヌインターン、ちょっと、なんか JRA にデビューして G1 勝っちゃって超金持ちになってあの時もっとちょっとワンセクやらせとくべきだったみたいなね、多分そういう風になるよマジで。そうそうそう、多いだと大差負けだと思って、どれかよ。ベルシャザールはだからダートも島も兼用だろって。だからそこはなんて言うんだろう、俺狙える面だと思うんだよ。ただまあここに子供にねどう出るかというところ、俺はねあえてここにナスキドもう一回薄めにかましたい。その上でパワーを補いたいっていう。そうそうそう。ローズキングダムだって良さそう。マジで？
いや、でもあれはもう、土が芝で、そっからどうかませるよっていう。うん、俺はあえて、その土のその適正の部分に、まあ、しっかりとその、なんて言うんだろう、やっぱりね、プロバイド乗った時のね、やっぱり、ね、柔らかさの大事っていうのを思い知ったんだわ。おーノーザンダンサー。まあ、ノーザンダンサーはね、これ以上増やす必要はないと思う。おーで、ここにだよ。俺的には、やっぱり、やっぱね、要はロベルトバックパサーとか入れてくんだけど、パワーはね、そこに一本ナスキロ入れたいっていう。おまあ、ミスプロとかね、こう、入れたいとか、したいよねっていう。おーノーブリード、で、無難に条件戦勝ったけど、なんでノーブリードって、ノーブリードってあの、アウトクロスってこと？うん。そんな甘いもんじゃない、アウトクロスでやってたらなんか無事にいけるみたいな。おだ、だいたいシタルコ見てみろって完全アウトブリードだろうっていう。配信的にはみんな知ってる最近の絞った馬選ぶのはいいかもねって。いや、まあそう。そうだから、そういう意味で、最近の馬は、あの、要は、デスハウスとか、そういうものも全部ピックアップ済みなんだけど、やっぱね、それだと買えない可能性があると。おう、アマゾンでバックパサー買ってくればいいじゃんっていう、もう売ってねえよだから、売ってるわけねえだろって、もう、しっかり帰って稽古を出せ、励まれてどういうことなんだから、もう人の話で今、ベルシャザーの話してんだけど、マジで。そうそうそう、稽古なら、ない、稽古出ないな、出ますって、もう寝ろ寝ろもじゃん、寝ろ寝ろっていう、ロードボルケ、なんかね、あの、そういう、まあ、マイナー行くのでも、ある程度やっぱりね、確実なっていう、エスポ3区、まあ、エスポ3区はいいんだけど、高いんだよ、だから。みんな走ってて分かってるのは。だ狙い目は俺は、ベルシャザールだと思ってる。で、何番だろう。例えば、453？ 453。453。ああ、ないか。サイチペガサス買いなの。サイチペガサスはね、ちょっともう、種馬やっててのね、実績がそもそも全然っていう。ベルシャザードはだから、今年から、要は初年度3区だから、あれなんですよ。なんて言ったらいいんだろう。わかんないんですよ。どっちに転ぶか。だから、こそ安く、要は値段がね、仮に走るとしても、安い可能性がある。買える可能性があると。あとは、569。これね、ああ、あるあるあるっていう。そうそうそう。ベルシャ父のソースして見比べたらっていう。ん？父馬ソース、どういうことでソースしてって。どういうこと？まあ、写真とかでね、こう父にそっくりな馬を選ぶっていうのは、まあ一つね、ポイントとしてあるよねっていう。ちょっと参考になるのが全然ないんだけど、これ。まあ、こんな感じよね。まあ、これちょっと見づらいけど。まあ、意外と、こう、キャシな感じもするよねって、体重どれくらいなの、これ。500円じゃんのか、これ。前提がでかいんだねって、そうそうそう。父親、そっと、あ、そう、あ、そう、その、そうと、その、そうとね。そうそうそう。まあまあ、でも、番号を控えてるから大丈夫だよ。そうそうそう。で、これ、例えば、これどうなんだろう。ちょっとまだ、実は見るの俺初めてだけど。はぁ、ちょっとなぁ、これだと、これは、きついっすね。これちょっとね、いや、まあなんて言ったらいいんだろう。デビューに時間がかかりそうだよね、単純に。まあ細いというか、胴がね、まあ長くて、友がちょっと寂しいというか、で、なんか首も長いしっていう、ちょっと時間かかるかなっていう、そうそう。だこういうので、まあ先生に判断してもらってって感じなんだけど、ベルシャザール動画長いイメージ。あ、そうなんだ。まあそれは、厚みが欲しい。まあ確かにね、父に似てるっていうのは、いいと思うんだけど、そうそうそう。あとは、ちょっと待ってよ。何番だ ?674、674、674、674、674、674。これか。なんでないねんっていう。なんでないねんっていう。まあ、その短距離場メインだろ。そうね。まあ、やっぱり今はまだちょっと、なんだろう、リスクを犯せないから、やっぱ短距離で、まあ、その2歳戦からガンガン行けそうな感じの馬を中心に、まずは、集めて、で、まあ、これキャッシュフローを作って、そっからチャレンジするっていうのが、ま、基本だと思うんだよね。馬主として。そうそうそう。あとは、914か。914は、はい。914。これね、結構いいと思うんだよな、914。914。ちょっとノーザンダンサー入りすぎって感じなんだけど、どうだろう、実は。はい、ドン。
なんか細いな、どれも。この首がピューンって長くて、なんかう、こう、薄いっていう馬が多いよね、ベルシャー。ダメなのかな、ベルシャー、これ。ダメなのかな、これ。ちょっと地雷っぽい感じするよね、なんかね。マルシ仲間いない、いない。うん、さっきも言ったけど、友達いませんっていう。そうそうそう。うん、ちょっとベルシャーもしかしてこれ地雷っすかっていう。まあ、値段はね、明らかにつかなそうだよねっていう。996。これとか。どうなんだろう、え、そう、力、パワー、なんかこんなんばっかりじゃん、これ。なんだろう、ペルシャ外れっぽい気がしてくるね。これ見る限り、俺でもわかるレベルで、なんて言うんだろう。まあ、芝ならね、あるのかもしんないけど、なんか、そう、いまいちな感じするんだ。じゃあね、まあ、俺も、今年の、ちょっと待ってよ、今回の、もうベストダートバーをちょっと紹介するわ、マジで。これが欲しいですと。どれだっけ、サウス、サウス、サウス。あ、これかな、あれ、どれだっけ、サウス。サウス、サウス、サウス、サウス。どれだっけな、もうちょい、違うな、どっちだっけ、これかな、これかな、310だっけ、最中、最中。あ、これ。やっぱこれだけあると、ちょっと首高いけど、もうなんか安心感だよね。安心感しかないよね、これ。だこうなってくれたらよかったのになーって、これどうなんだ、値段つく、これ値段高い、これ。どこ、これ、誰生産、これ。かん、なに、ちく紫さん、ちく紫さん、ちく紫陽さんっていう、サウス値段跳ね上がってるから大丈夫か。いや、だからね、厳しいと思う、正直。買えないと思う。一応、まあ、リストにやっぱりね、上げてるけど、ちょっと難しいと思いますっていう、そうそうそう。なんで、ちょっとね、今、まあ、出てる、ベルシャ見る限りは、まあ、正直厳しいかなと、あとはね、まあ、一応2匹目の土壌、で、ゴールドヘイローか。ちょっと待って、ゴールドヘイローで、俺がちょっと、まあでもね、これね、ほんと変えたらね、奇跡なんだけど、どれだっけ、忘れたな、どれだっけな。確か、これか、248。これは、いわゆる、まあ、これ違う。まあ、でも、まあ、でもいいわ。これ248。悪くないよね。まあ、でも、びっくりすることいいかって言うと、さっき、ルラシップ買わない。ルラシップ全然、もう最初だけだった。ほんと、最初だけとか、評判だけ良くて、もう全然、もう活躍が全然無理みたいな。そうそうそう。長いかな。まあ、さっきとまたあんま変わんないぐらいかなっていう。これじゃねえな。なんと、どれだっけな。315。315。これかな。スモーキークをなんとか。松の資金じゃ買える前いないだろうって。いや、全然いるよ、だから。だから、本当に、競りって1300といるから、一瞬そのね、誰もいないっていう場合があるんだよ、これ。足だからよくわかんないけど、これもちょっとわかんないな。これじゃないな。ま、428。ないのかよっていう。でもこういう、これプロバイドもなかったから、写真。こういうのに結構狙い目なんだよねっていう。足欲しい。まあ、色だけだけどねっていう。1頭、2頭です。はい。ローエングインね、ちょっと狙い目。ただちょっとね、まあ、外した時は本当に使い物にならないから、プロバイド、いや、プロバイドしたら出てたっけ？ほとんど走って、なんかあんま走ってた。来てるっていう聞いてないけどね。そうそう。イカ足毛のようなあったら行ってほしいなっていう。ね、足毛、なかなかね、見づらいっていうのがあるからね、どうなんだろうかっていうのがあるけど、まあ、先生が行けるって言うならもちろんね、全然行こうかなと思ってる。別に色で選んでないから、いい馬いたらね、みたいな。そうそうそう。レディーヴィーナス。あ、これもうこれね、これね、もう全然300万とか余裕で出す、これ。走らない理由がないもんねっていう。マジで。
地方の重賞勝つ以外逆転できないんでしょっていう。あの、地方も今ダービーかと1000万以上出るからね。あと副賞つけたら、まあ、1000数百万みたいな。うん。だから、まあ、それ級の馬掴めば、2、3000万なんてすぐだよっていう。そうそうそう。いや、これ買いてえよ、マジで。俺300だったらもう4と喜んで買うわ、これ。ゴツンって、そうそうそう。だから、これぞダート馬っていう。ただ、血統的なところで言うと、もうこれ、やっぱりそのミスプロ入ってるし、そんな硬くないよっていう。いや、芝向きじゃない、これ完全ダート。うん。こんだけやっぱりこう、硬めの筋肉というか、あって、まあ、スピードもね、やっぱ、まあ、つなぎ、まあ若干ちょっと立ち身だけど、でも全然ありそうだよねっていう。このお離れっていうの、これ。まあ写真の中で何とも言えないけど、あるし、いいよねっていう、レポ見て、レポは先生に見てもらう。うん。だからそこは、だからほんとね、戦いなんだよ。時間との戦い。うん。マジで。決意よね、これね。ほんとこのなんか、何、友離れっていう、ほんとこのメリハリね、足。いや、こんなもんしょ。さっきの馬の方が長いし、あんな贅沢なの正直、まあ言えないってとこもあるけど、まあこれ全然、ほんと欲しいっていう。そうそうそう。あとは、ゴールドヘルだと726とかかが726。そうそうそう。あ、これって、あれ中村かす、あ、違うかな。なんかね、プロバイトの人も中村、生産者中村さんっていう方、これはちょっときついよね、だから。ちょっとこれは違うかなって、首も高いしっていう。そうそうそう。まあ、血統は良かったんだけどね。あとは、こんなもんかな。こんなもんかな。そうそうそう。つなぎも悪くない。悪くなかった。ベルシャなら115か135。115?115。だからさっきのパターン見ちゃうとなぁ、あんまりだよなっていう。なんかみんなこのさ、首がぬぼーっていう、な感じなのこれ、全部。なんかやだなっていう、反応が悪そうっていう、なんかね、そう、うーんって感じだよね。やっぱちょっとね、まあ、短距離ダートっていうところをしっかりとやっていきたいよねっていう。あとは、まあ、やっぱり、今ね、園田で大活躍、浅草キングス。この辺で行くと、まあ、あんまりたくさんいないんだけど、そうそうそう。ちょっとね、手出すの怖い。プロバイドは中村勝則さんか。なんか違うなっていう、そうそう。ベルシャでごっついの良ければ18、180。いや、ごっついのとか、まあ、そこ、血統含めてなんだけどね。俺だって的には、やっぱりナスキロもう一本ね、ちょっと薄めに入れといて、パワーを補助みたいなぐらいだと、ちょうどいいんじゃないかなと思うんだよな。なんかね、牛みたいな感じがするんだけど、これ。なんていうの、これ。ベリシャちょっとなんか、何、地合いこれ。ちょっとね、なんか極端な馬が多いですよねっていう。そうそうそう。そうそう。浅草キングス439か。439出て、出てるね。これどうなんだろう。こっち向いとんのかよ。こっち向いとんのかよって。あ、なんかでもね、なんて言うんだろう。まあ、これ、詐欺しゃべの可能性もあるけど、なんかいいよね。まあ、ちょっとせったれてるけど、牛、まあ、これは馬ですけどねっていう、そうそうそう。こっち見ちゃってますけどっていう。ちょっと背が垂れてる感じある。まあ、ちょっと、こっちなんでこの写真だよって言ったら見れねえだろうっていう。このね、まあ、檻も、なんか檻もね、深いんだよね、これ。つなぎ。まあ、立って、いや、つなぎはね、なんだろう。これは、立ってるって、むしろ寝てないこれ。長いし。なんかね、そうそうそう、成長みたいな。そうそうそう。藤沢牧場の向かったら、藤沢牧場どこだよっていう。見た目だけで分かったら、まあ、もう全然そうそうそう。だから、むしろ横からなんてね、いかに、なんて言うんだろう。上は見えるけど、やっぱね、下。ちょっとこのつなぎ結構長いよね。特に後ろからやっぱ骨格をね見たいよねっていう。922。ちょっと浅草キングスもね、やっぱり今、園田で大ブレイク中なんで、まぁ、ちょっと見てみたいよねっていう。そうそうそう。多重だとどうなんだろうね。ローズキン。ローキン押すね、君ね。ローキン押すね。どうなんだろう。ちょっと見てみようか。そこまで言うんだったらちょっと、悪くないね。顔がちょっとあれだ。悪くないね。この首のなんて言うんだろう。これ、細さっていうかなんかね、悪くないよね。
おー、悪くない。保養、まあ保養もね、もちろんもちろん、なんかもうブランブランになったらね、そうそう。ドバイの牧場、生産牧場の人に相談しようって。まあまあ、でもね、どうなんだろう。上も、上、っていうか兄弟ほとんど走ってないからね、プロバイドね。おー、そうそうそう。なん、悪くないよね。ローキン悪くない。ちょ、ローキン見るか。おー、ちょっとなんか思ったのと違うのが出てたわ。おー、ローキン見てみよう。おー、悪くないよね、今。ちょっと、緊急招集だ、これ。おー。あ、ちょっと待って、かも思ったよ、これ。おー、ローズキングダム。うん。ちょっと待って、もうちょっと、逆。うん。ローズキングダム見てみよう、これ。おー、ジフォーならアミナレサンクいいと思うけど、アミナレサンクね、渡先生が極端に嫌うから、おー、だそれはちょっと、むしろ、あ、飯田先生にちょっと相談しようかなってのあるけど、まあ、チェックは入れてるよ、チェックは。うん、そうそうそう。ローズキングダム、ローズキングダム。そんな数はいないのか。おぉ、こっから見ていこうか。おぉ、でもね、ローズキングダム、そもそも決闘、金亀だよね。おぉ、金亀だよねっていう、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。おぉ、どう行くよ、俺ちょっとまだ一回も見てないから、ちょっと、ここちょっとまず見させてくれよ。おぉ、まあまあ成績はね、こんな、まあ相当負けたな、これ最後ね。おぉ、ちょっとかわいそうみたいな。おぉ、まあ金亀に、サンデーに、ああ、ミルリーフか。まあ、これはもうね、もう本当に金亀の王道。うん。だここまで来ると、もうミス、ナスキロ絶対触っちゃダメだよねっていうところは、わかる。うん。わかる。もうこの、ミルリーフ重ねて、ナスキロ増幅みたいなのも、基本、本当王道のパターン。芝馬、はい、出来上がりみたいな。うん。でも、逆にどこ触るよっていう。うん。どこ行くよっていう。え、2枠の原曲ねえよ。だから、オリジナルソングだわっていう。うん。同期になったら918もダート行きそうって。918のちょ、決闘？うん。ちょっと待ってよ。918、918、918。918ないんだけど。あれ、俺だけ出るよ、これ。うん。同期の918、918。これか。うん。ちょっと見てみよう。うん。まあ、俺もね、こんだけだ。あー。悪くないね。悪くないね。おー、悪くない。この首がいいよね、なんか。悪くない。何をこれかましたらこういうのが出んの、これ、小出しとして。おー、ただ、芝馬なのにダート出てるっていうのはあんまりね、ちょっとやっぱ、なんていうんだ、大丈夫か、これ、みたいな。おー、どう来てんの、これ。何これ。全然知らない、これ。何、あ、でもミスプロはやっぱ重ねに行くんだ。うん。クリゲ好き。まあ、クリゲ2倍するからね、誰が見てもっていう。うん。ローキン種付け80万っていう。まあまあ、でもそんなもんでしょ。うん。ミスプロ重ねるんだ。まあ、で、スピードみたいな。まあ、わかりやすいよね、そこは。うん。そうだ、ローキン足。いや、ローキン多分、ほぼデビューじゃない？うん。だから、その、まあ、ベルシャとあんま変わんないっていう。そうそうそう。まあ、去年出てたかな？そうそうそう。ローキン幅が出にくい。あ、ペラペラなんだ。うん。前から見たらペラペラらしいよ。うん。そうそうそう。どうだろうなぁ、うん。なんかそう言われるとそんな感じするねっていう。うん、ハーチ誰だ、ハーチ知らん馬。うん、ホリーブル。うん、ホリーブル。うん。9万の子これ。うん。どうやろうか。あー、これはちょっときついかな。もうちょっとやっぱ友欲しいよね。幅が。やっぱここがエンジンだからさ、うん、やっぱここちょっと幅欲しいよなっていうのはあるよね。で、細い足が、もうこれ芝だよねっていう。これはきついかな。あ、消しちゃった。消してしまったっていう。ローキンどこいじったらいいよっていうのはね、全くわかんないっていう。でもこれもうすでにこれミルリーフでね、いじっちゃってるから、このナスキロ。今来た。あ、もう終わっちゃうけどね。そうそうそう。いつかスマイネル、その決闘で勝負してほしいね。まあね、うちのプロバイドもやっぱ繁殖できればあげてやりたいなと思ってるし、まあ俺一生懸命頑張んなきゃなって明日のゲームとか。明日はね、ちょっとわかんない。行けたらやるけど、ちょっと仕事関連がちょっと長引きそうなんで、あさってね、一応クローバーの、まあ、出走情報もあるんで、そこでちょっと触れていこうかなとは思うんだけど、そうそうそう、まあ、流れで、はい、流れでまたみんなと会えたらいいね、みたいな、そうそうそう、いうことで。まあ、ちょっとね、ローキンは、いいかなぁ。ベルシャもちょっとパスかな、みたいな、
そうそう、そういう感じなんで、まあ、結局は無難に、な、もう地道に競るしかないかなっていうのもあるけども、おいうことで、まあ、まだね、競りまで、ほんと、まあ、気づいたら一週間ってことでね、ありがとうございましたってことで、まあ、なんとかね、ちょっと、今年もいい馬ね、引き当てて、まあ、4年連続新馬勝ちってことで、また北野坊さんね、記事にしてもらえるように頑張っていきたいと思うんですけども、はい、いうことで、まあ、あとね、クローバーの出走情報を木曜日お届けしますんで、よかったら聞いていただければと思います。その裏で、サマーセールの情報も最後のね、まとめとしてやりたいと思いますね。よかったら、見に来てね。それでは皆さん、本日はこれにて失礼いたします。よろしく、ムカドック、ワンワン。ワン。